北九州市門司区と山口県下関市を結ぶ関門橋。長さ1068メートル、グリーングレーの配色のダイナミックな橋は関門海峡の美しい景色と相まって見る人を魅了します。関門橋は今日で開通から50年となりますが、建設当時は東洋一の長さを誇る橋でした。今から55年前の1968年、東洋一の橋の建設が始まりました。国内の最先端の技術を駆使した関門橋の工事は何度もニュースとして取り上げられ、世間の注目を集めました。北九州市門司区に住む川上幸子さん、88歳。ものすごい綺麗なの。これやろ、ここなんよ、同じとこよ。これ私が若かりし頃、この時にこれができたい、50周年。海峡周辺に停泊する外国の船に小型船で乗り付け、免税品を販売する仕事をしていました。建設工事が進む関門橋の下を船で通っていたそうです。出来上がるまではもう毎日通る。あだいぶ経ったね、まあ、建設所のビル見るようなもんよ。着工から5年が経った1973年、ついに関門橋が完成。開通5日前には特別に1日歩行者天国となり、待ちに待った市民たちが橋の上を歩きました。どうですか、歩いてみて。いいです、気持ちいいですな。もうどこまで行ってもあんた道路と同じだから。上から見たら高いという感じは十分ありますがね、歩いてみると今度は大きいという感じがね、高いだけじゃなくて非常にこう巨大なものだという感じがしますね。そして1973年11月14日、開通式が盛大に行われ、関門橋の上を車両が走り出しました。川上さんも当時の感動を鮮明に覚えています。出来上がった時、私下関に初めて車で行ったのは、それはものすごく印象がある。下関行く時にはボートで行きよったのね、今まで。だけど橋を通って行けるようになった時は感動しました。完成当時の交通量は1日平均1万台程度でしたが、半世紀が経ち1日平均3万台以上の車両が行き交うようになり、その経済効果は50年で 5.6 兆円に上っています。たまに災害とかですね、雨とか雪とかで通行止めになったりするんですけど、やはりかなり物流への影響が大きくてですね、その時改めてですね、やっぱなくてはならないものだなっていうのは感じますね。一方で老朽化も避けては通れない問題です。経済界からは関門橋と関門トンネルの代替機能として、北九州と下関市を結ぶ下関北九州道路の建設を望む声も上がっています。しかし新たな道路ができるとしても、それは先の話。ネクスコ西日本は最新の技術を駆使して関門橋の劣化を防ぐように努めています。弓なりになっているケーブルがあるんですけど、それが橋を支えてるんですけど、その中にですね、雨水とかですね、あとは自然の湿気ですね、入ってしまうので、ほっとくとですね、いつか腐食が進行してしまうということで、予防保全的にですね、今乾燥した空気をところどころにですね、からこう注入しているっていう感じですかね。物流の大動脈として欠かせない関門橋は、開通100年を目指して今日も本州と九州とを行き来する車やトラックを見守っています。